赤番のホームで突っ張りました。6番手から上がった2番の梶原翔太、再び車を6番手に下げまして元の形に戻っています。2コーナー回ってバックです。赤番で突っ張ってまだ自分のペース、1番の板崎優也にマーク、7番の岡野純一、3、4番手は中部の2人で、3番小谷文吾に5番の白木健二、短期4番の林直樹がその後ろ、6番手に下げ直した2番の梶原翔太にマーク、6番の宮下純が最後方。残りは1周回を切っていきました。1番の板崎優也が主走権です。マーク7番の岡野純一、3番手には3番の小谷文吾、2コーナー回ってバックで後続からの仕掛けはありません。縦1本でバックラインを通過していきます。このまま押し切るかどうか、1番の板崎優也、番手から逆転なるか、7番の岡野、4コーナー回って直線です。先頭は1番の板崎優也、番手からは7番の岡野純一、7番岡野に3番の小谷文吾が2着か。ローラーです。お疲れ。そうですね、まあ、佐世保欠場してね、ちょっと今回ちょっと練習できたんで、はい、よかったです。そうですね、強いね、ダイレクトをちゃんと捉えてでした。そうですね、ちょっとあの4コーナー垂れたんで、ちょっと抜きすぎたかなと思って、ちょっと緩めながら行ったんですけど、はい、まあ、余裕ありました。よかったです、ラインのこれです、はい、で、やっぱね、岡野さんもね、きっちり行ってくれたんで、よく分かってました。素晴らしいです。やっぱ記念撮ってる人は違います。まあね、やっぱ作戦会議もなんか僕感動しました。お前がロマンを作ってから何やぞっつって響きますね。4社なんで先行基本で考えてて、あれで僕が残れるようにしないといけないんですけど、それは岡野さんのアドバイス。そうですね、足不足なんでまた練習して、はいはい、また頑張りたいです。ただ今回さえは、まあ、チャレンジの方のシリーズリーダー的な部分もあると思うんですけど、今、まあ、1人強い CD もいますけど、はい、まあ、僕もちょっと優勝目指して、はい、そうですね、明日も勝てるように、はい、お客さんの指示にじゃあ応える形。そうですね、今日ちょっと言われたんで明日も頑張れるように、はい、明日は大津に応えるから、そうですね、はい、